ありがとう。これお菓子すごいよ、これすごい嬉しい。これはすごいよ。ありがとうね。すごい。今日の何がすごいんですか。これね、GT100 をこうやって持つよりこうやってやった方がこれがついてるから、お母ちゃんさすが。あ、つけてくれたんだ。これすっごい楽だね。素晴らしいですよ。で褒められちゃって感動しちゃう俺。でじゃごめん、これ下下くぐってみる。はい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 、それで1。これ新しいやつですか。いやいや違います。これは先生のね、あのやってた曲で難しい曲があって、次はちょっと指のトレーニングに。僕の曲もね、今回難しいですよ結構。今日初お披露目ですけど。まあ、これすると余裕はないです。そうね。しかもね、一部の最後にそれ持ってくるっていうのは。結構暴挙ですよこれは。冒険ですよね。これまだ1週間も経ってないですからね、買ってから4日目くらいですけど。バイオリン、はい、慣れてきた。はい、バイオリンは慣れてきました。そのまあ少しはでも弾きやすいですね。バイオリンとね、なんて言うんだろう、ほぼ感覚が同じ状態で弾けるっていうのがメリットで、しかも軽いし、投げしちゃダメだけど。違う。エレベロンがちょっとちっちゃいかなって感じがしたんですけど。そしたら、ウッドに合わせます。ウッドがちょっとレベルが決めづらいので。はい、大丈夫です。一回これで弾いてみてもらっていいですか。今音来てないです。